東京豊島区で住宅3棟が焼ける火事がありました。火元とみられる住宅は空き家で、警視庁などが出火の原因を調べています。今日午前0時半ごろ、東京豊島区で住宅が燃えていると通報がありました。消防などによりますと、ポンプ車など24台が出動し、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、住宅3棟合わせて60平方メートルが焼けました。怪我人はいませんでした。爆発音みたいなのがボーンと2回3回ぐらい聞こえて、でもちょっと外出てきたらもうすごい火の手がもうバーッと上がって、もうこっちの方まで熱が来るぐらいすごかったですね。火元となった住宅は空き家になっていて、警視庁などが出火原因を調べています。